はい、皆さんこんにちは、黒部です。今回はですね、モンスターファーム2全種族全力で殿堂入りシーズン2第14弾やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、第14弾入る前にまずは前回のおさらい、さらっとやっていきましょう。前回は第13弾ということで、お手軽最強種族火の鳥を育てていきました。その手前で育てたモンスターゴーストがですね、ちょっと70時間ぐらいかかってしまってかなり疲れたので、ちょっとご褒美会ということで楽をしようということで育てていきました。結果としてはですね、めちゃくちゃ寿命が余った状態で最強になってしまったので、やはり最強種族だなといった感じの強さを見せてくれました。かなり楽しみ、そんな素晴らしいご馳走会だったかなと思っております。はい、そんな感じの前回でございました。さあ、そこから続いていく今回第14弾なんですけれども、まあ前回がご褒美だったんで今回きつくしようかなと思っていたんですが、まあそこそこの種族やっていきたいと思います。今回育てていくのはワームになります。はい、各種情報右側に出ているかと思いますが、今回はサブハムのコロネ育てていきたいと思います。いや、もうこれはもうね、人気中の人気じゃない、ワームの中で一番人気といっても過言ではないぐらいコロネを育てたことある方多いんじゃないかなと思います。まあこの芋虫の見た目がね苦手な人もワームちょっと育てなきゃなーっていったところで、まあ、泣く泣く育てて、まあ見た目がマイルドっていったところで選ぶ人も多いと思いますが、適性もですね普通に優秀ですね。まあこれは後で紹介していくんですが、普通に強く育てていけるんじゃないかなと思いますが、まあ、またねこれ楽な回かよって思うと思うんですけれども、寿命がですねそこまで長くない上に使い込みもぼちぼち入っているので、そこまで楽ではないんじゃないかなと思っております。で、完全に難しくしなかった理由なんですけれども、別世界でやっているノラモン最強育成のベニクレがですね、なんか思いのほか縛りプレイになっていて、これ同時進行でね激キツモンスター育てると僕の頭がツルピカハゲマル君になっちゃうんで、ちょっと今回はですねそこそこにしんどい種族として育てていきたいのがワームといった感じで今回は選ばせていただきました。さあ、細かい情報等は後で紹介するとして、早速今回の主役コロネ早速再生しに行きましょう。はい、それでは今回の主役コロネになります。これはプレステ版のねシーズン1で育てようか悩んだ結果トカゲムシになったんですけれども、だから今回育てられるの非常に楽しみでございます。これめちゃくちゃ見た目マイルドだね。芋虫感あんまりなくて可愛い。これであればね苦手な人も育てられるんだろうなって感じの可愛い見た目してますね。実質パンですからね。はい、じゃあ名前つけていきましょう。今回何の名前にしようかな。これでいいか。はい、じゃあ今回のコロネの名前孫5パンでいきたいと思います。孫やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ各種情報を見ていきましょう。まずはパラメーターからこのような感じになっております。ズドン、はい、こんな感じですね。適性をですね上から順に BBDCCD となっております。相当適性は高いかなと思います。久しぶりに適性 E がないモンスターを育てていくので、まあ、かなり楽そうではあるんですけれども、寿命がね火の鳥ほど楽ではないといった感じで、本当にちょうどいい塩梅で頑張っていけるんじゃないかなと思います。しっかりと強くしていきましょう。はい、毎度おなじみ好き嫌いガチャでございます。ワーム種はですねビタミンもゼリーも好きという非常に優れた種族ですので、ここが嫌いにならなければ速攻で育成を開始できるといった感じです。さあ見ていきましょう。せーのポン。はあ。はい、技ですね。まあ本当に前衛の命中重視技がバカクソ強いので、そこら辺をしっかり取りつつ、まあロマン技やバランスのいい技を取りつつの力型で構成していこうかなと思いますが、賢さもですね上げられるのであればきっちりと上げ切っていこうかなとは思っております。いや、ほぼ勝ち確ムーブの好き嫌いガチャ久しぶりに外した。どうせこれ次で出るんだよね。だってビタミンもゼリーも嫌いになければ勝ちなんだもの。はい、じゃあしっかりと厳選をしてから育成の方入っていきたいと思います。はい、まあ2回目で出るよねといった感じでございます。3月1週のファーム画面でございます。一応見ていただきましょう。はい、こんな感じです。はい、好きゼリー、なんなら好きにゼリーが来ました。だからこれ1回目でやってくれよ、毎回頼むよ。はい、じゃあそんな感じでいつもの画面ですね。3月1周5000ゴールドアイテムは未所持、こちらの状態から孫悟飯最強育成していきましょう。はい、それでは修行の通知来ておりますので、そのまま技の習得入っていきましょう。今回覚えていくのは尻尾キック。性能を見ていきましょう。消費ガッツ19、ダメージ D の15、命中 S の20、ガッツダウンクリティカルともに E の5となっております。もうわけわかりません。めちゃくちゃ強いです。消費はちょっと、本当にちょっと重めではあるんですけれども、ダメージそこそこに命中 S の20はさすがに優秀がすぎます。
い、それでは0歳の6月4週になりましたので、いつもの大会やっていきましょうか。はい、こちら IMA 公式戦 D グレードですね。うわ、なんかこのファーム画面に長居するとちょっと出ちゃうね、芋虫感ちょっと出ちゃうね。いや、僕はね、もう田舎暮らしなんで、本当にね、生まれて産声を上げた時から虫にまみれて生きているし、なんなら今もカメムシの大群にね、囲まれながら動画を撮っているわけなんで、全然大丈夫なんですけれども、苦手な人もね、さすがにいるよねといった感じでございますよね。はい、じゃあまあそんなところで可愛さもキモさも受け入れていただけたらなといった感じで、孫悟飯頑張っていきましょう。まずはミリアムちゃんで挑戦時のパラメーター見ていきます。このような感じになっております。ズドン、はい、こんな感じですね。まあさすがにピーク前はラチメイがぶっぱされちゃうんじゃないかなと思います。今のところはかなりね平らなんですけれども、ここからちょっとずつその3つが伸びてきて、まあ S ランクをピーク前ラチメイでぶっぱしてなんとかするといった感じになるかと思います。さあ、最強技と言っても過言ではない、尻尾キックをしっかりと使い込みつつ、いやでもね、悩みなんだよね、ダブル尻尾いるかね。正直ね、サマソを取っちゃうと尻尾キックあんまりねお披露目する機会がないんですよね。まあ、むちゃくちゃ強いですよ。 S の20とかにも壊れですからね、命中。なんかそう、喋ってる間ミリアム死んだもん。はい、お次カペラですね。まあ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 、ジェミニ杯でも破壊できているんでやっていけるでしょう。そうなんですよね、ダブル尻尾いるかな、多分いらないよね。なんかいらないと思う、本当にね。サマソ取っちゃうとサマソ使うんだよね。でサマソの使い込みに走っていってダブルサマソを取っちゃうから、うーん、本当にダブル尻尾3連尻尾までいっちゃうよね、確かね。ちょっといらないかなーって感じはしてます、今のところ。正直取りたい技がねちょこちょこあるんでね、その辺の使い込みとか省エネして、まあ、サマソとかダブルサマソしっかり取りたいものを取って、やっていけたらなと思ってますんで、であとね、2枚にね超ロマン砲、空中回転アタックがあるんで、それの発動率を上げるために、まあ、かつ命中度安定の尻尾キックとのバランスでちょうどええんかなと思ってますが、なんだかんだなんか負けそうちゃいます。大丈夫ですか、大丈夫ですか、これ大丈夫ですか。結構ギリよ、結構ギリだよ、結構ギリだね。これちょっと噛みつきにしとく、これちょっと噛みつきにしとく、ちょっと噛みつきにしとこうか。ブッ、うん、おいしい、ゼリブドゼリ食べたい、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 ブシュルシュル、ブドゼリ食べたい、ぶんねまあ、そんな感じかな、多分ね、尻尾キックは多分乗用座取りません、すいません長々と。そんな感じでちょっとやっていきたいと思います。さあ、お次柳原なんですが、どうしようかな、使い込みを気にしなくていい感じになっちゃったから、一発に集約させていきたいんで、ここなんとか頑張ってガッツ貯めて、尻尾キック、尻尾キック、アタック、キックなんかね、似たような技名多くてね、キックとアタックがごっちゃになる時あるんだけど、僕だけですか、ちゃんと名前覚える気がないからっていうことなんでしょうか。なんかね、本当にごっちゃになる、尻尾キックだよね、キックだよね。これをちょっとしっかりと一発ガッツパンダメから炸裂させていきたい。ちょっとローリンモッチ喋ってる間、あ、これ拾います、ごめんなさい。あ、いいですね、いいですね、いいダメージ、いいダメージを、いやさすがに安定し、危ねえ、そのための必要経費だったのかと思った、払うコストかと思っちゃったぜ、びっくりしたぜ柳原、焦った焦った焦った。まあでもさすがに尻尾キッククソ強え、うん、安定感がやばい、 70% だよ柳原相手に、なんならもうほぼ80まである。さあ、ここからしっかりと狙っていきましょうか。さあ、一発かましていけ、ほらどうだ、いやいいね、41入る。さあ、ここでローリンモッチ、あー、カウンターがやばい、おー、ナイス回避、孫悟飯見えてるな、あー、だー、なんかそれ違う動画で見た、違う動画で見たって、もうゼロ秒入り夢やめーよ。さあ、やばい、柳原は勝たなきゃいけなかった、こいつに勝てないから、柳原をマジで絶対に勝たなきゃいけなかったんだよな。これどうすんの、ダメージレースがさすがにきついんだよね、ちょっと火力が出る技がないからな。あ、でもこうなってくんだったら、キバキリ先に取ってもよかった可能性がめちゃくちゃ出てきてますね。さあ、この意味不明、めっちゃ拾いたい、 96% ほぼ一中だからちょっとやりたいんだけど、本当にこれほぼ80、90の状態で小出しにして当てていかないと多分ダメージが取れない、一発被弾したら本当に返せないところまでいっちゃうから。ナイス回避、素晴らしい、ここでヒット率どんぐらい、84、あ、いいよ、なんでなんで、まあまあガッツガッツからセーフ、ただちょっとだいぶ残しになっちゃってるから、ここで一発入れていきたいところ、はい、センキュー、お、いけてるいけてる、これガッツ補正入ってますね、さすがに15、なかなか補正が生きているといった感じか。さあ、これよけて、いいよ、これで小出ししていこう、90になったら吐いていく、そういう感じでやっていこう、
ヒット率かなり安心できますね。よしよしよし、ここまで持ってきたらいける。ただ怖いよ、0秒あるからね。0秒気をつけてね、本当に本当に0秒ちょっと待って、0秒が0秒怖い、0秒が怖い、0秒恐怖症になっちゃった。 1% と0秒恐怖症になった。相手が意味不明になったぞ。センキュー、オッケーよし、どんどん意味不明の呪詛をね、相手に撒き散らしていきましょう。相手が出る分には爆破度ですからね。しゃ、この呪詛撒き散らしていくぞ。さあ、お次パルマ最終戦にはなるんですけれども、ちょっと柳原との戦績がかなり拮抗しているので、まあここは是が非でも勝って同点決勝に行かなければならないといった感じになるんですが、同点決勝になるとちょっと尻尾キック使いすぎでダブル取っちゃうんで、ここはちょっと噛みつきでなんとか頑張ります。やばいか。いや、ただこの尻尾キックのヒット率魅力的がすぎる。なんだこれ、こんな差があるのか。 S の20ってとてつもねえんだな。ちょっとここはしっかり食べましょう。うん、いや、それ避けるんだ。まあまあナイス。これ以上の被弾はね、乱数の以下によってかなり厳しくなってくるから、あ、ここチャンス、噛みつき噛んでいきましょう。おいち、よし、いいダメージ入るよ。よし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 、焦るな、焦んなければ大丈夫、焦んなければ大丈夫、お前大丈夫、やれるやれるやれる、ガッツ音声でなんとか噛めば大丈夫。 OK、 しっかり耐えてる。いやいや、まあまあ6ちょっと重たいね。あ、ここ噛んでいきましょう。はい、表表、いいよ、まくったんじゃないか。よし、ここで焦んない。はい、ここの意味不明しっかり拾っていく。いいよ、意味不明の呪詛が生きてきた。あ、ちょっとなんか変なボタン押しちゃった。最近ちょっとさ、右手がさ5倍ぐらいでかくなって、丸ボタン押そうとすると全部のボタン4つ押しちゃうんですよね。親指が本当にでかくなりすぎちゃってて、ちょっと困ってるんですよね。これどうやったらちっちゃくなるんだろう。直し方教えてください。打ち手の小槌ください。危ねえ、なんかギリギリなんだけどナイファイ孫悟パン、いいですよ。オッケー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 。さあ、こっからですよね。こっから柳原がどうなってくるかといった感じ。正直使い込み今んところ必要としていないんで、全然同点決勝やりたくないです。なんなら負けて、相手が上振れて負けてやり直しの可能性があると思うと非常に面倒くさしなんで、ここはミリアムちゃん頑張っていただきたい。おいおい、マジかよ、マジかよ、おいおいおいざわってきた、ざわってきたよ、怖っ。でもさすがに尻尾キック38回は使ってないよ。ジェミニで12回使ってるんですよね。ただ38回絶対使ってないから、ここちょっと、おい、ほら始まった上振れ、もう、おい、ちょ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 、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、全然まだ大丈夫だからね。おい、だから上振れすぎ、まあまあガッツダウンが1なら、まあまあまだまだ許容か、まだ許容だけど、ちょっと当たりすぎやな。ペロリンなんか当たったら終わりやぞ、ほんまにガッツ冷めてる時に。はい、ここちょっと1回入れていきましょう。 95% さすがにもらっていく。ちょっとダメージまだ苦しいが、まあまあまだ大丈夫、前半戦、ああ、それ当たったら終わりだからね。おーし、ナイスナイスナイス、当たってたら血芸、当たってたら本当に血芸食わしてた僕の。危ねえ、ナイス。さあ、ここでしっかり、あー、うびゃべー終わった。え、レンちゃんダメ、わー、わあ、いや、もうマジで、もうああ、もう言わんこっちゃねやり直しですしゃべんなかった全慶王なんですけどああ、なんかやりきれないよこっちは楽しんでさ、動画撮ってさ、よーし、今日もモンスターファーム2楽しかったぞーってやってるんだけどさ、喋れば喋るほどさ、モンスターファームうまくいかないんだよな。喋んなかったらマジでモンスターファームの理論ムーブできすぎてて本当に笑うどうしたらいいんだはい、まあそんな感じでちょっとやり直したにはやり直したんですけれども、まあ無事にですね、無言の力なのか無言だからこそ圧がかかっていたのか分かりませんが、全勝することができたので、パート1はこの辺で終わっていきたいと思います。次回はですね、サマソを取って、まあ、サマソを使い込みしつつ B ランク挑んでいくんじゃないかなと思いますので、また次回も孫悟パンの成長を楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それでは終わっていきましょう。今回の動画面白かった、大きさかワーム、まあそんなにきつくはないかもしれないけれども、しっかりと強くしてくれ、楽しみだぞ、頑張ってくれって方は高評価、今後もこの動画、このシリーズ、このチャンネル気になる方はチャンネル登録して応援していただけますと動画制作の励みになりますので、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の孫悟パン育成動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。